俺様を本来の姿で呼び出せるようになるとはな。フォルネウス！小娘、俺様を呼び出したからには相応の対価をもらうぞ。私にできることなら何でもする。だから力を貸して。その言葉忘れるんじゃねえぞ。山の匂いには吐き気がするぜ。なんだかわからねえが、このおもちゃが必要なようだな。価値がわからんなら返せ、不浄なものよ。お前の指図なんか受けるかよ。悪魔ごときがこの俺をしのげるとでも思っているのか。ごときだ。俺は全てを支配し、神をも超える存在、悪魔風情相手ではない。地獄のウジ虫が。貴様に地獄の苦しみを教えてやるぜ。くらいやがれ。力が溢れ出てきやがるぜ。お前によそ見している余裕なんてねえ。調子に乗るな。これをくらえ、アルティメットパーフェクトデリシャスアメージングフォルネの水脈は俺の元に集まってくる。いやだちょっとだだだだだ。危ねえ。あ？
惨めな小悪魔よ。あったまれ、下等生物。死ね。あ、すまねえな、小娘。ようやく全世界を支配する力をこの身に宿す時が来た。しがむ、イルスベン、イルノとエノ。みなぎってくる。これだ。この力をずっと求めていたのだ。ついに俺は神をも超える存在となる。あなたの好きにはさせない。レシアルのみんなのために。愚かだな、この後に及んで。まだ実力差というものがわからんとは。お前が民の笑顔を守ると約束してくれ。ごめん、おじいちゃん、ごめん。ソロモン、そなたはなぜ英知を求めた？みんなを守るため。私がすごい魔術を使えるようになれば、みんなを幸せにしてあげられる。だから、人々の幸福を望み英知を得た者よ。己が望みを叶えるためには何が必要か、今一度考えてみよ。私じゃみんなを守れない。私一人じゃ、私だけじゃダメなんだ。いつまで寝てんのよ。